フジノットの編み込み方でミスが起きやすい、もしくは強度が著しく下がってしまっている人が結構いるんですね。で、そういう人がどこミスってるかっていうのについて、おまけで解説したいと思いますんで、それもね、最後まで見て覚えちゃってください。じゃあ、いきたいと思います。はい。で、わかりやすく、これ一本の糸だと思ってください。ここに結び目ありますが、実際こっちが使うラインですね。竿からリールの方につながってるライン。で、ここは要は当てた時のいらないラインを赤色としたいと思います。ちょっとここだけこの結び目はなかったことにしてください。で、注意点4つだけです。4つだけ説明してみたいと思います。まず巻く時にまたテンション張って、まあ、上から当てるのも注意点ですが、まあこれはいいとして、必ず手前側から入ること。これによってここの折り返し地点に負担がかかんないですね。逆にやると編み込んだラインで折れてしまう現象が起きますんで、手前からやってください。で、2つ目の注意点です。2つ目の注意点、こういうふうに生きてるラインがこっち側では下側に入って、こっち側では上に入って上を通っていくんですが、規則正しくバッテンが重なったり、リールの方に近いバッテンがこっち側に来ることだけ気をつけてください。これでね、強力が 10% ぐらい落ちちゃってますんで、そうならないで編んでくれたらと思います。で、3つ目の注意点は最大の注意点なんですけど、この黄色いラインを折らないってことなんですね。で、今14セット仮に終わったとして押さえてる状態なんですけど、 P ラインの強力が落ちちゃう人のほとんどはこの大事な守んなきゃいけないラインをここのハーフヒッチの余ってる糸で折っちゃってるんですよ。こうやってこの形でノットが組まれていくと、ここで切れるんです、90度で。だからハーフヒッチの時すごい大事なのは、このメインライン使うラインを折らないことで、ハーフヒッチも、ここで折らないで、あくまでハーフヒッチ1回目はこの余った糸の向きにハーフヒッチを出すことですね。これで1回目押さえてあげることで、ここがこういう風にカチッとはまれば強力が9割は確定するんで、ここだけ意識してもらったらいいぐらいです。この辺のバッテリーのも実際あんまり5%10% の話で、でもここでね2割3割落としてる人多いんで、で、あとはここでハーフイッチが決まっていけば、上からこう黄色いラインをカバーするようにですね、いって一切このメインラインに負荷かかってないんですね。これだったら何回やっても OK です。というかやればやるほど守られるんで、で、まあ、ハーフイッチやってグリグリグリってやってここ削ったりするようなハーフイッチじゃなければ、何回やってもこうやって黄色いラインが守られて、守られば守られるだけプラス最終的にはここで切れるんですね。こことここでどっちかで切れます。まあ編み込まれて過程でどうしても60度ぐらいに折れ曲がってるんで、ここで切れるんですけど、ここで押さえつければ押さえるだけここで負荷を結構保つんで、ここに 100% の負荷がかかることが少なくなってくるんですね。だからここのハーフヒッチをやればやるだけ強力も高まっていきますが、実際の現場でのね釣りとか考えると5回ぐらいやってしっかり締めてしまえば、ライン強力 90% 台はここで確保できるんで OK かなと思います。さっきも言ったようにこっちの編み方間違えてこのピレンが折れてしまう、それから、こういった編み込みとかで、負担のかかるですね、向きとかこじれ方になってないっていうのを、最初こういう糸を分けるとすごい分かりやすいんで、こうやってねちゃんと強力がキープできてるかなって分かりやすいですよね。黄色いラインが編み込んだハーフイッチでカバーされた状態で負担なくリーダーに張り付いてぐるぐるぐるって中を通って反対側戻ってきてっていう感じ。結び目が一つもなくて、このメインライン自体はですね、結び目が一つもないで摩擦で止まってる FG ノットっていう、これがね100点満点の FG なんで、ここだけ意識して覚えてもらったらと思います。で、4つ目の注意点はさっき言っちゃったんだけど、このハーフヒッチをやるときにメインラインをゴリゴリ擦ったり締め込んでから滑らせるようにしたりってしないで、極力重なるようにした状態からギュッと締めてって感じで、ここをとにかく守ってあげることが大事かなと。女の子の手を握るように、大事にしてあげましょうということでね、間違いないノットが組めると思います。以上。